今回はダイソーさんの枕メヤンテラコッタですね。この枕メヤンを使ってバッグを編んでいこうと思います。枕メヤンは約 35g で約 45m あります。すごく巻きが少ないですね。ポリプロピレン 100% でかぎ針は5号がおすすめとなっています。ちょっとこのね、一番明るい感じのテラコッタを選んでみました。で、かぎ針は5号の 3mm を使っていこうと思います。では編み始めます。糸端10センチくらい残したところに、鎖を編みます。このように糸を持ったら針を下から当ててくるっと1回転、そして糸玉側の糸をかけて引き出してきます。で、この糸は太いので結び目を作らずに、今編んだこの1目を鎖1として使っていこうと思います。なので引き締めずにこのまま鎖編みを続けて編んでいきます。全部で30目鎖編みを30目編みました。これでだいたい15センチくらいね、あります。 15.5 センチくらいになっています。そしたら鎖1で立ち上がって針から数えて2つ目の裏山に針を入れて、糸を持ってきたら細編みを編みます。すべての裏山に細編みを1つずつ入れていきます。細編みが全部で30目になります。はい、最後の方まで編んできました。最後の目、結び目を作っていなかったので裏山がちょっと見えにくいかも、分かりにくいかもしれないんですが、このピョコンと出ている糸ですね、ここに針を入れて最後の細編みを編みます、はい、そして糸端ちょっとね軽く引き締めてあげる、はい、これで細編み30目編めました。そしたら、この長さを測っておきます。だいたい15センチくらいですね。そしたら往復編みで何段か細編みを編んでいきます。鎖1で立ち上がって編み地をひっくり返して針から数えて2つ目、一番最初の細編みですね、細編みの頭に針を入れて細編み全部の目に細編みを編んでいきます。これを繰り返して往復で細編みを何段か編み進めていきます。はい、往復編みで細編みを5段ですね編んできました。 1,2,3,4,5 5段です。そしたら、次の段からネット編みに入っていきます。まず鎖1で立ち上がったら編み地をひっくり返します。針から数えて2つ目、細編みの頭に針を入れて細編みを編みます。編めたら鎖編みを7目編みます。鎖編みを7目編みました。次の目に針を入れて細編み、また鎖編みを7目編みます。7目鎖編みを編んだら次の目に細編み、
これを繰り返します。はい、繰り返してきました。かなりね、ここうにょ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 うとなっているんですが、最後も鎖7目編んだら一番最後の目に細編みを入れます。はい、こんな感じですね。そしたら編み地をひっくり返して鎖を7目編みます。7目編めたら次の鎖の山のスペースですね、ここに針を入れて引き抜きます。引き抜いたら鎖を7目この後はもうずっとこれをね繰り返していきます。次の鎖の山に針を入れて糸を持ってきて引き抜く、鎖を7目鎖の山に針を入れて引き抜く鎖を7目次の鎖の山に針を入れて引き抜く、こんな感じです。これをずっとね繰り返していきます。はい、ネット編みの2段目最後の方まで来ました。最後の鎖の山にも針を入れて引き抜き、そしたら鎖7目で編み地をひっくり返して次の鎖の山にまた引き抜く、これをずっとね繰り返していきます。ひたすら往復編みで鎖7目を次の鎖の山に引き抜いて続けていきます。で、枕目4糸がなくなるのがちょっとね早いと思うんですが、糸を継ぎ足す時にまたね説明しようと思います。はい、一玉目がもうすぐなくなりそうなところです。次のところに引き抜くタイミングで新しい糸をつけて処理していこうと思います。鎖7目を編んだ状態で糸は手に持ったままで、次の鎖の山に針を入れます。ここで新しい糸を持ってきます。2本一緒に持つ感じにするといいですね。このように持って新しい糸の糸端はこっち側、そして2本一緒にかけて引き抜きます。ちょっと2本なので引き抜きにくいですが、頑張って2本引き抜く。そして短い方、最初につけてた方の糸端を外して新しくつけた糸玉の糸に持ち替えて鎖を7目編みます。はい、ここだけ少し太くなる感じですね。で、一旦この糸始末をしようと思います。
裏返して2本の糸端をこのね裏側に1回くぐらせようと思います。こっちの糸端に針を入れて糸を出してくる。こっち側も針を入れて糸端を出してくる。そしてここでちょっと玉結びをしておいて、2回ですね、結びます。そしたら、このねこっち側の糸3ミリくらい、2、3ミリですね、3ミリくらいがいいかな、残したところでカットしてライターを使います。ライター、この糸端を炙ります。そしてちょっと固まる前にこんな感じでライターでね押し付けて、玉結びに溶かした糸をくっつけてしまう感じですね。こっちの糸端も同じように 2、3 ミリこのぐらいですね、残してカットしたら溶かしてくっつけてしまいます。はい、こんな感じです。そしたら、編み地に戻って編み進めていきます。表から見るとねこんな感じです。他の引き抜いたところとさほど変わりはないように見えると思います。で、毎回糸をつなぐ面を表と裏を決めてから糸始末した方がいいかもしれないです。はい、こんな感じで、とってもね滑りが良くて太めの糸なのでね糸始末に困りやすいんですが、私はこんな感じでね溶かして止めてしまっています。はい、では、あとはひたすら繰り返しこのね鎖編みをずっと編んでつなげていこうと思います。だんだんと大きくなってくるので繰り返していきます。はい、繰り返し編んできました。今見ている面は表の面ですね。表の面を鎖編みで編み終わりました。ちなみに全部で45段ですね。鎖編みを繰り返してきました。表面を見ている状態で最後まで編んだので、次から、このね鎖編みメッシュ編みを終わらせて細編みに入っていこうと思います。鎖4目で立ち上がります。そして編み地をひっくり返して、今見ている面は裏面です。鎖1をしたら針から数えて2つ目の鎖に針を入れて細編みを編みます。編めたら次の鎖の山に針を入れて細編み、次の鎖の山に針を入れて細編み、次の鎖の山ですね細編み、一つの鎖のこのね山になっているところスペースに細編みを入れていきます。こん
な感じですね。これをやっていくと全部でね、細編みが30目になります。繰り返しやっていって、こちらと同じ細編み30目ですね、ずっと編んでいきます。繰り返し細編みを入れてきました。最後のこの山ですね、ここに細編みを入れると全部で30目細編みしたことになります。そしたら最初のこちらでね、細編み往復してきたのと同じように、今1段目を編んだのであと5段ですね、細編みを往復編みで編んでいきます。鎖1で立ち上がったら編み地をひっくり返して、今見ている面は表面です。細編み1目に1目ずつ編んでいきます。ちなみに今使っている枕目4は6玉目ですね。6玉目を少し使った感じです。鎖編みのね、メッシュを 1段編んだかなというところです。では繰り返し、今2段目なのでこの段を含めてあと5段ですね、編んでいきます。はい、繰り返し編んできて、最後の段ですね、6段目を細編みで編み終わりました。今見ているのは表側です。表側、そしたら、今度はですね、この脇の部分ですね、バッグの脇のところをずっと編んでいきます。こんな状態ですね。鎖1で立ち上がったらすぐ下の細編みを横から拾います。足を割るように針を入れて2本取ると丈夫になると思います。細編み、そしてこの細編みの頭にはマーカーをつけておきます。次のスッと針が入る場所、2段目の細編みにも細編み、次の細編みも足を割るように針を入れて2本糸を取るようにして、細編み、次はここですね、このようにして細編みの段なので6目、6段、1段に1つずつ細編みを入れます。最後ここですね、細編みを入れたら鎖1つ編んで、次のこのチェーンのところ、鎖編みしたところのスペースに針を入れて細編み、鎖1、次の鎖のスペースに細編み、鎖1、鎖のスペースに細編み、鎖1、鎖のスペース
細編み、はい、これがこっち側がバッグの上ですね。そしてこの脇を鎖1細編みとしてね拾っていきます。ずっと繰り返していきます。はい、繰り返してきました。反対側のこのね細編みしてある部分までね進んでいきました。最後の鎖のスペースにも細編み、そして鎖1をしたらここも6段分ですね、細編みを入れていきます。6段分の細編みを入れてきました。そしたら、ちょっと今度はこの細編みの頭に針を入れて細編みを編みます。そして持ち手を編んでいきます。鎖でお好きな長さになるまで編んでいきます。はい、鎖編みを84目編みました。これはお好みの長さでいいと思いますが、肩にねかけられるくらいの長さにしました。そしたらこの鎖がねじれないようにをしてから、今度はこっち端の細編みの頭に針を入れて細編みをします。で、私はこっちに糸端があるのでこれは編みくるんでいきます。向きを変えてまたこの6段の細編みに1目ずつ細編みを入れていきます。全部で6目ですね。はい、6目細編みを編みました。そしたらまたこっちの、脇ですね、ずっと脇の鎖のスペースをですね拾っていきながら鎖1細編みを繰り返していきます。鎖1をしたら次の鎖のスペースに細編み、鎖1、次のスペースに細編み、鎖1、次のスペースに細編み、繰り返していきます。はい、横の、この脇のところですね、鎖編みのスペースを拾いながら細編み鎖と繰り返してきました。かなりこんな風に丸まってきていると思います。最後鎖を一つ編んだらまたこのね細編みの段を6目拾って細編みしていきます。はい、細編み6目が編めたら今度はこの細編みの頭に針を入れて細編みを入れます。そして反対側と同じ持ち手のね鎖を編んでいきます。私は84目編んでいきます。はい、鎖編みで84目持ち手の土台をね編んできました。そしたらマーカーのついているところが最初に編んだ細編みの頭です。その右隣の細編みですね、一番こちらから見て一番左の細編みの頭に針を入れて細編みを編みます。そしてマーカーのついている細編みの頭に針を入れて
糸を引き抜いてキュッと引き締めます。そしたら今の状態がこんな感じです。ずっと脇を縮めてきて、持ち手の土台を両方とも編んできたので、バッグのね形になってきました。持ち手このままでは細いので、あと何段かずっとくるっとですね、細編みを入れていきます。引き抜いたところから鎖1で立ち上がって、すぐ根元の細編みの頭に細編みを入れます。マーカーをつけてくるっと一周細編みしていきます。1目に1目ずつ入れていきます。先ほど鎖1した脇のところですね、そこも同じように、鎖をね丸ごと拾うように細編みを入れます。ここですね、この鎖を丸ごと拾って細編み、次の細編みに細編み、鎖を丸ごと拾うように細編み、細編みに細編み、ぐるーっと進んできます。そして進んでくると、持ち手のね鎖のところに来ます。鎖のところに来たら、裏山を取ってね、ずっと細編みを入れていこうと思います。まず脇を一目ずつ細編みで編んでいきます。はい、脇の、鎖1と細編みにそれぞれ細編み一目ずつ入れてきました。ここの6段のところもね細編み入れてきたので、持ち手の鎖編みですね、ここに細編みを入れていきます。裏山を取っていきたいので、ちょっと、この鎖をですね向こう側にねじった状態で針を入れます。ここですね、ちょっと取りにくいんですが、裏山に針を入れて細編み一つ目入れると、もうあとはくるっと回ってくれるので、あとは裏山に一目ずつ細編みを入れていきます。そしたら、ちょっと裏山取っていくの大変なんですが、ぐるーっと一周同じようにね一目に一目ずつ細編みを入れていって、反対側の持ち手の鎖の土台、持ち手の土台も同じようにね裏山に細編みを入れていきます。段を閉じるときは最初のマーカーがついている細編みの頭に引き抜き編みをして段を閉じます。これで何段かねぐるぐると細編みを編んできます。はい、繰り返し編んできました。私はですね持ち手の土台から細編みを2段編みました。このぐらいのね細さでいいかなと思ったので、これで終わりにしようと思います。でちなみに6玉目がこれだけしか残っていないので、心配な方は、巻いてあるね糸の長さも前後すると思うので、7玉あると安心かなと思います。では、最後細編み編んだところです。で針と糸を引き抜いてありますので、最初の細編みの頭に針を入れてこの糸をね引き出します。でちょっと長いのでねカットします。
き出したら、最後に編んだ細編みの頭の後ろに針を入れて、ここですね、糸をかけて引き出します。そしてもう一本下にね、糸が横にこのように渡っているので、できればここからも、細い針を使ってでもいいので、この糸をね引き出します、はい、こんな感じ。そしてこの糸をさらにこの辺りに引き出してこようと思います。で、今引き出してきた糸がここなんですが、他の細編みの頭の大きさとね、だいたい同じになるように調節して裏側に通して、またねちょっと火で炙って糸始末をします。はい、こんな感じで糸を通してきたので、またここね3ミリくらい残してカットします。5ミリくらいかな。そしてこの糸端を、これですね、ちょっと火で炙って溶かしたものを編み地にくっつけるような感じでね、潰してあげます。こんな感じでくっついています。で、火を使う場合はね、気をつけてやってください。はい、そしたらこんな感じでバッグが完成しました。ネット編みのバッグでかなりね伸びる感じもあるので、たくさん入りますね。大きく出来上がりました。ちょっとねこのソックヤーンを入れてみようと思います。4玉。100g のソックヤーン4玉持ってきたんですが、バッチリ入りますね。はい、こんな感じで、すごくねたくさん入ります。重たいものもね、マクラメヤーンで編んでいるので、丈夫でね使いやすいバッグになったと思います。お買い物バッグにしてもいいですしね、畳んで小さくねバッグに忍ばせておいてもいいのかなと思います。ちょっと平置きで大体の大きさを見てみようと思います。大きさは一番横幅の広いところで45センチくらいありますね。下の方の短い部分で15センチくらいからね45センチくらいまで丸くなっていますね。高さ、バッグの深さは27センチくらいですね。鎖編みでネット編みなのでね、こうかなり伸びるので、形も入れたものにね沿って変わってくれますし、大きさはねかなり前後しますが、すごくね使いやすい、そしてマクラメヤーンで編んだので丈夫なねメッシュバッグができました。ちょっとね可愛い糸を購入したところなので、届いたらまたそのね、可愛い糸で編んでみようかなとも考えています。よかったら参考にして編んでみてください。それではご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。